こんにちは、四国メタンです。こんにちは、さすがに許さん、済んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。福岡市70代不同意えぐい。17日朝、福岡市にて70代女性にみだらな行為を行い、現金を奪った40代男を逮捕しました。早朝6時、面識のない70代女性を空き地に連れ込み、みだらな行為を強行。近くにいた目撃者が警察に通報しますが、男性は現金300円を奪い逃走。数百メートル離れた場所で男性を逮捕しました。40代男性が70代男性を強姦。この世に存在してはいけない化け物なのだ。趣味嗜好は人それぞれだけど、同意なく性交渉をしていいわけないわ。弱者を力でねじ伏せた挙句、現金を奪って逃走。間違いなくこの世に存在してはいけない存在でしょうね。男性は取り調べに対して黙秘を続けているそうよ。高齢者女性を狙うあたり、余罪がまだまだ出てきそうなのだ。今回の事件は不同意性交罪と強盗罪、執行猶予はつかずに実刑判決になりそうね。懲役何年が言い渡されるのか気になるのだ。以上、性交渉は相手を思いやる気持ちが大事、ニュースでした。続いてのニュースです。限界、流れ星、来福。ちょっちょえい。17日、福岡市立限界高校にお笑い芸人流れ星が出張授業を行いました。選挙課題を若者にも知ってもらおうと古賀が企画。松下村塾という組織が限界高校の体育館で選挙について授業を実施しました。クイズやゲーム形式で若い世代へ政治についての重要性を訴えたわ。よし、元芸人を福岡に連れてきてまで政治の授業を、怪しいのだ。流れ星の所属事務所は吉本ではなく浅井企画という事務所よ。芸風が吉本すぎるのだ。松下村塾は2016年に設立された組織で、社会問題について出張授業を実施。ホームページに寄付の請求や SDGs を書いてあったから怪しさ満点だけど、会社は株式で運営、毎年の活動記録は公表しているし、出張しているお笑い芸人も所属事務所はバラバラで、怪しいお金は動いてないみたい。 NPO で活動記録がないならボロカスに言おうとしてたのだ。最も有名な動画は若者よ選挙に行くなという動画ね。高齢者らが若者に選挙に行くなと熱弁する、かなりインパクトのある動画だったのだ。芸人さんの発想力はやはりすごいわね。松下村塾の認知度が低すぎる件について皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。